仕事柄人前で話すことがすごく多くて、どうしたらもっと上手に話せるんだろうと思っていろいろと探していたらトーストマスターズクラブを見つけました。最初は自分が話すことだけで精一杯だったんですけれど、何回も何回もスピーチをしたりとかプレゼンテーションをしたりしている中でだんだんと慣れてきて、今では聞いている人の表情を見たりとか間を取ったりそういうことができるようになりました。トーストマスターズのすごくいいところは、先生がいるわけではないので参加者みんなからいろんな視点からのフィードバックをもらうことができます。それによって自分の話すスキルとかそういうのが上達するんじゃないかなと思います。スピーチとか仕事のプレゼンで上がってしまって自分の力を発揮できないと思っている人には本当にお勧めしたいと思います。トーストマスターズインターナショナル。